こんばんは。ようこそ初耳怪談ファーストテイクへ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。このスタイルになりましてね、はい、まあ、自分で怪談話すっていうねところもあるんですけど、それ終わった後になんかこのね、みんなでこう話し合う時間帯ってことで、はいはいはい、結構怪談出てきますね。そうですね、みんなこうなんか呪術つなぎじゃないですけど、うん、あ、そういえばこういうのあったみたいな、これ楽しいですよね。楽しいですよね、はい、川口さんいかがですか。やっぱ怪談ってこう上手い下手とかじゃないと思うんですよ。やっぱりこう人それぞれなんか味が出て、なんかそれがなんかいいなと思うんで、やっぱそれを楽しんでいただければなと。ちょっと待ってくださいね。今回ここで話をするのが川口さんなんですよね。今ものすごい自分に保険打ってます。島田さん、そんなことはないって言いたいです。初めてだって言ったじゃんそれ。はい、今まで言ったことないのに今回自分が話すって場だったら急に階段ってね、うまい下手じゃないってオープニングトークで話し出すって。急に自分の番になったらこんなに不安になるんだなってちょっとめちゃくちゃ心配になります。お父さん緊張してました。ここの入り時間の前に僕30分前近くの査定に呼び出されて、うん、緊張を溶かされてますんで僕。先輩を呼び出して緊張を溶かす。本当にやっぱね、現場でもご一緒するんで、やっぱその現場の空気感と同じ緊張感をすでに一回一回ちょっと。はい、体感しておきたいな。階段ってスパーリングいります？本番前にそれを先輩にやらすっていうね、すいません、怖いんですけどもさあ、そして、前回に引き続きですね、スペシャルゲスト、ラムさんとタックンさんです。お願いいたします。お願いします。ラムちゃん、最近ね、まあ、ご自身でも階段の方にも、はい、チャレンジもされていて、はい、話させていただいてますね。グラビア界とか、はいはい、アイドル界のね、こういう話なんかもありそうなので、うん、あ、そうですね、うん、作っていきたいですね。作っていきたい。せいせいせいですよ。これは面白い。いや、自分の足で怖いとこ行って作っていきたいなって。私の話って全部体験談なので、はいはいはい、なんで全然最近そういう怖い体験してないんで、体験しないとなっていう意味の。そういう意味ですよね。はい、作りに行かないとなって、まあ、先輩としてアドバイスですけど、はい、階段の時に作るって言っちゃダメ。すいません、そういう意味ではなかったんですよ。すいません。前回ですね、素晴らしいお話ね、披露してくださいましたタックンさんです。お願いいたします。お願いします。どうでした、このステージで話してみて。いや、最初はちょっとやっぱ緊張するんですよね。でやっぱり照明で表情が見えない分、滑ってないかなとかいう不安があるんですけど。滑るとかあるの？いや、あるじゃないですか。なんか階段ってちょっとその不安もあるじゃないですか。まあまあまあ。ちょっと後ろからへっとか声が聞こえると、やっぱちょっと、あ、いけるんだなみたいな。はい、拍車かかってて。階段図ハイに入ってきました。はい、そうそうそう、最後の方はちょっと楽しくなってて。オチの顔だけ多分しっかりしてると思います。そこだけ。この人ね、完全にね、もう頭がね、芸人なんですよね。ね、ほとんどね。いつも思考回路とかね、その辺なんですけどもね、素晴らしかったですよね。で今回は、こちらのステージ、川口さんが、はい、はい、お話をね、披露していただけたんですけども。入った。行きます。もう、はい、思い切って。入った。思い切って。そんな怖いんだ、そこのステージ。こちら視聴者山吹さんよりご投稿いただきました。ありがとうございます。では川口秀之さん、お願いいたします。山吹さんという方がですね、小さい頃ずっと繰り返し見ていた夢があるそうなんですね。でその夢が今でも気になっているっていうお話なんです。山吹さん、当時小さい頃住んでいたこうファミリータイプのマンションの一室に自分がいて、そこからベランダの方を見てるっていう夢なんですよ。これが入り口なんですね。でそのベランダ、別に何か変わったものがあるわけでもなく、普通に室外機があって、で室外機の横、まあ、お隣さんとのこう仕切りがある壁があってっていうベランダなんですね。ただ山吹さん、そこをじーっと見てたら、なぜかね、異様に室外機の奥の部分、その仕切りの方がすごい気になったそうなんですよ。でじーっと見てて、あそこ何なんだろうな、これちょっと行きたいなと思うけど、なんか行っちゃダメだな、あ、行けないわって思うそうなんです。でそうこうしてずーっと見てたら、その山吹さんの後ろの方からお父さんからね、声をかけてきたそうなんです。でどうしたのって言ったら、山吹さん自身、あそこのね、室外機の奥がすごい気になってるんだよっていうことをお話ししたそうなんですけど、あ、じゃあお父さんが代わりにその室外機のとこ見てきてあげるよ
って言ってお父さんがバーってベランダに行って、で室外機の方、まあ普通だったらこう現実的に仕切りがあるんで、まあそこでね、先から行けないと思うんですけど、夢の中なんで仕切りの奥にスッとお父さん消えてったそうなんです。でまたしばらく経ってこのね、その室外機の方を見てたら、まあ、お父さん戻ってこないなって思って、でもやっぱり気になるなって思ってたら、今度は山吹さんのおじいさんが声かけてきたんです。でまた同じように説明して、あそこの奥がすごい気になるんだよ、おじいさんも、あ、じゃあ俺が見てきてあげるよって、そのまま仕切りの方に行って、またスーッて消えるんです。で今度は山吹さんのおばあさん、その後おじさん、こう立て続けに同じ流れ、同じ会話をして、4人ともその仕切りの方にスーッて消えてって戻ってこなかったそうなんですね。でなんでなんだろうなと思って、ずっとまたぼーっと見てたら、その仕切りの奥からね、ゴロ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 ってなんか転がってきたそうなんですよ。で何なんだろうなと思ってみたら、その仕切りの奥に行った4人の生首が転がってきた。でそれをベランダの方にこう取りに行って、ベランダを自分がこう一歩踏み出したとこで目が覚めたそうなんです。でこの夢っていうのをもうほんと小さい頃から繰り返し繰り返し見てて、なんかおかしいなと思ってたそうなんですけど、まあここまでだったら、まあ、普通にね、子供の頃見た怖い夢の一つだと思うんですけど、何が気になったかって、大人になってから山吹さんのお父さん、おじいさん、おばあさんの順で今亡くなってるそうなんです。で次おじさんが亡くなった後、これもしかしたら自分の番が来るんじゃないかと思って、今毎日過ごしているそうです。ありがとうございます。うわ怖っ、めちゃめちゃ怖、鳥肌が、ラモさん鳥肌立っちゃった、鳥肌立っちゃった。予知夢ってことですか。なんかね、結果そうなってるような夢ですよね。いや、嫌な予知夢ですね、それは。たくさんいかがでした。いや、なんかその自分が見てるっていうよりは誰かが見せてるっていう方が近いのかなかもしれないですね。そうまた考えながら聞くと、また一層怖いなっていうふうに思いますね。怪談のなんかこう体験されたっていう話の中で、この何かの順番になくなっていくとか、はい、予言されてたみたいなのが僕すげえ怖いんですよ。体験した場合の怖さというか、で僕一個、教えていただいた話があって、A さんがその小学校時代に友達が一人亡くなったんですって、でその友達の お葬式行った時に、そのお母さんが A 君に借りてたこのゲームソフト返しとくわって、ゲームソフト返してもらったんですって。でこれがロールプレイングゲームだったんですって、あ、そうなんや、これ貸してたんやと思って、で家帰って、でちょっと気になったんで、その友達がどういう名前をつけてそのゲームしてたのかとかちょっと気になったから、ね、亡くなった友達のセーブデータでゲームをスタートしたんですよ、そしたらおかしいんですけど、こうセーブポイントでこう名前がねこう開いて、普通ねこうゲームする人の心理的に全員生きた状態でセーブしたいんですよ、次やり直すときに。そうですね、はい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 、主人公がその亡くなった友達の名前で、で3人死んでるんですね。でその死んでるところに同じグループ内の BCD の名前が入ってあって、あ、3人なんで亡くなった状態でこれセーブしたのかなと思いながら、大人になるにつれて判明したのが、その BCD 全員死んだんです。怖い、分かんないですよ、そのグループ内でもしかしたらいじめられてたのかもしれないし、それは僕は体験者じゃないんで分かんないんですけど、何か意味合いがあったんじゃないか、そのだから呪いめいた何かだったのかもしれないし、そういった念が、はい、ね、うわ、結果予言みたいなことになってしまったのかっていう、そういう時でもさっきの話じゃないですけど、はい、自分の名前があったりするともう本当、怖いでしょうね。ももさんいかがでしたか。そうですね、今も川口君のお話ものすごく怖くて、同じ夢を続けて
見るとそれがなんか意味あるみたいな話が僕も一個、知り合いから聞いた話があって、一人の女性がですね、すごく芸人さんのことが好きで、すごい、ライブとかに通って追いかけてたらしいんですよ。で SNS とか連絡を取るようになって、 A さんとそのとある芸人さんが付き合うことになったと。 A さん結構なんていうのかな、この性に対して奔放だったんで他の人と浮気をしてしまったと、うん、で浮気した現場っていうのはその彼氏の芸人さんにばったり見られちゃったんですよ、うん、で、あ、言い訳できないからなんて言い返そうかなとか思ってたら、その日から LINE で殺すと、で毎日毎日殺すが増えていくような文言がどんどん来るようになった。でそこぐらいからちょっと不安だったのが鍵を渡してたと。一緒に合鍵みたいのでいつでもその A さんっていう人のマンションに来れるようにその芸人さんになってたんで、その辺ぐらいから変な夢見ると、自分が寝てると金縛りみたいなやって体が動かなくなったら見る夢っていうのが、その芸人さんがガチャガチャって鍵開けて部屋に入ってきて自分の首を絞めると、うん、首を絞めて、ああもう私死んじゃうって思ったらなんか目が覚めるみたいな、でそういう夢を何日も何日も続けてみたんです、でこれ夢だけどさすがに怖いなって思ってた時に、うん、もうじゃあ自分は家に帰ったら電気をつけてテレビもつけて寝るようにしよう。である日家帰って電気つけてテレビつけて、まあとりあえず疲れてるから横になろうってなったら、あの女体が動かなくなって金縛りになったと、うん、でも夢ではないんですって、はっきり起きてるのが分かるんですって。そしたらガチャガチャって鍵が開いて元彼の芸人が入ってくると、あ、今までの予知夢だったんだ、現実に来ちゃったんだと思って、あ、やばいと思ってたら自分にのしかかってきて首を絞めると、ここまで全く一緒なんです。あ、これやばい、本当にこういうことが起こって私殺されちゃうって思った時に、あ、これ現実じゃなくて彼氏の生き霊だっていうことに気づいたらしいんです。で、なんでそれが生き霊だって分かったかっていうと、うん、さっきテレビをつけてるって言ったんですけど、うん、横向いてたんでテレビの画像が見えたと、うん、でそのテレビの画像には生放送の番組がやってて、とある曲のなんとか感謝祭みたいな、芸人さんとかタレントさんとかバーっている中に今自分の首絞めてるやつが映ってたんですよ。実際生放送で出てるやつがそんなことできるわけないんで、あれは生き霊だったっていうお話なんです。だからなんか何回か続けてみた夢がなんかそれが引き金になったのか、そういうことが実際に起こったっていう生き霊の話を聞いて思い出したんですけど、はい、私とお母さんである時一定の同じなんか幻覚というかお化けというか見る期間があったんですよ。私がある日夜中にベッドから落ちていたって思ってこうパッて目開けたら、私のベッドの上でしましまの洋服を着た男の人っぽい骨格なんですけどが踊り狂ってたんですよ。すごい踊ってて、しましま、めしましまですっごい踊ってて、うわ何これ怖っと思って、そのままもう何も気にせずバッてベッドに行ってもタックルして寝たんですけど、お母さんもたびたび見てたらしくて、ママこの間さ夜中にねこう 壁に向いてこう寝てたら後ろで気配がしたんだよね、多分男の人なんだけど結構特徴的な服着てて、どんな感じかは覚えてないんだけど多分しましまじゃないって私言ったら、あ、しましまだったかもって言って、うん、その人が私の背中にこうピタッてくっついてきて、うん、で、あ、いる怖いって思ってずっと目つぶってたら後ろからこうスッて手入ってきて、お母さんのおっぱいをもみもみもみって揉んだらしいんですよ、うんうん、でっていう話をして、うん、何それみたいな、うんうんうん、夢でしょ絶対、でも同じもの見てるねって話をしてたら、そういえばパパ今入院してるわっていう話して、あ、そうだったねってパパの存在忘れてたんですけど、お父さんがちょっと体壊しちゃって心臓で入院してたんですよ、はい、でその時に持ってったパジャマがしましまだったんです、で多分あまりにも寂しすぎてうちらのところに来て、ラムのことをパパは笑かして お母さんのことを触りたかったんじゃないですか、娘はわーお父さんにはこう胸もんで胸ボワーって確かに揉み方はパパだったって何知ってんの、癖は出るけど、はい、いや今回素晴らしい話たくさんね、はい、していただいて、今回の回で言うとだから、はい、まあ、ラムさんからこういう話をしていただいたという回になりましたもんね、はい、いや素晴らしかったですね、泣く泣く寝ろよお前何も言わない なんでこう見てたんや
あれでもそっちの方がむしろいいかもしれないですないだ今回めちゃめちゃ良かったですよ、うん、いや本当いい階段だなと思ってなんか見させていただいて、またその川口さんのね、はい、ちょっとこう自信ないじゃなくってなんかその不気味なゆっくりしたこう語り口調がイメージする速度と合ってて、うん、で僕すごく興味深かったのが舞台がベランダだったんですよね、はい、なんかそういう先祖とか亡くなった方の話ってベランダとか縁側家と外の境目のところっていうのがあの世との象徴的な場所なんですって、うん、そこが舞台になる話ってご先祖様とのつながりがある話とかメッセージがあるって話って結構多いらしくて、だからその辺もあるんだなってすごく興味深かったです、ね、すごい。どうでしたか話してみて。ちょっとだから なんだろうな、なんかいい階段すぎて、なんか僕らこう階段をお扱いするときに、はい、すごいありがたいですよ皆さんから送っていただいて、はい、ただめちゃめちゃいい階段すぎると逆にプレッシャーで緊張してくるっていうね、これをねちょっとでもこう落としちゃいけないっていうね、はい、はい、まあ、でもそんな感じでね、はい、頑張って一生懸命話させていただきます、皆さん今後ともお願いいたします、番組ですね、皆さんから身の回りで起こりました不思議な体験を随時募集しております。本当にね今日みたいにもうみんなでね一生懸命頑張ってお話しますので今後ともよろしくお願いいたします。